サンジェルマン条約、またはサンジェルマンア安例条約は第一次世界大戦の後の1919 19年9月10日に連合国側とオーストリアの間で結ばれた条約の通称。フランス語、英語、イタリア語で作成され、フランス語版を基本の成分とする。この通称は締結が行われたサンジェルマンア安例のサンジェルマン安例上にちなむ名称であるので、 正確には、サンジェルマンアンレイ条約と呼ぶべきかもしれないが、一般にはやや省略して、サンジェルマン条約と呼ばれる。この地で締結された条約は他にもいくつか存在している。オーストリア・ハンガリー帝国は、第一次世界大戦末期には、イタリア王国の構成と諸民族の反乱の中で内乱状態に陥り、1918年11月3日、イタリア王国との間で、 ビラジュスティ急戦協定を結び敗北した。オーストリア・ハンガリー帝国は、その後解体したため、新たに成立した、ドイツ・オーストリア共和国とオーストリアから分かれた、ハンガリー王国は、別々に講和することとなった。サンジェルマン・アンデーでの講和会議は1919 19年5月に、始まったが、オーストリア代表団の出席は認められず、文書での提案しか認められていなかった。 この条約は1920年7月16日に発効した。ドイツ・オーストリア共和国はこの調印においてオーストリア共和国の国名で調印し、国名からドイツは排除されることとなった。条約の文言でも国際連盟理事会の承認がない限りオーストリアは独立を動かされることはないとされ、事実上ドイツとオーストリアの合法が禁止された。 ベルサイユ条約と同様に、第1編は国際連盟規約、第13編は国際労働機関規約である。サンジェルマン条約発行後、国際連盟はオーストリアの復興事業に関わり、戦勝国は東欧にさらなる投資を行い開発を競った。そして1924年頃、これらの地域に農業強行が起こった。オーストリア経済は縮小してゆき、 世界恐慌で危機が顕在化した。条約はオーストリア・ハンガリー帝国政府が存在しないことを確認し、新しいオーストリアは領有権を失った地域と、ブルガリア及びトルコ国内、その他すべての海外における一切の権益を放棄するものと訳した。この点、オーストリアはドナウ川の国際化戦火を承認するとも規定した。第一次世界大戦の賠償について、 オーストリアが負担する賠償額は賠償委員会の裁定に委ねられた。これは後にヤング案で免除される。戦時中、オーストリア国立銀行がオスマン債務管理局名義で政府紙幣第1回分の保証として帰宅された。賞金は条約施行後1月以内に指定関係に引き渡すものとされた。サンジェルマン条約の調印式。 中央付近で起立している人物はオーストリア。代表カール・レンラー国境線の変更全文では、特にアメリカが主国、イギリス帝国、フランス国、イタリア王国、日本国を主たる同盟及び連合国として他の参加国より先に記述している。ありがとうございます。